これはね、あの私のスマホのタブレット、ね、2台、私2台持ってますね。1台はあれだけ配信で使ってたりしたら2台持ったんですね。で、一応2台バージョンなんです。一旦止めますね。これが2台バージョンなんですね。大体どっちもね、SE なんで安い方が。うん。まあ音楽がね、ちょっと後で加工つけりゃいいんだろうけど。で、ハサミちょっとね、入れたいと思います。では、うん。ちゃんとね、垂れてたので、よかったですね。うん、まあ、これがタイプ C の、ものになります。ね、ちゃんとくくられててね、ちゃんと、八の字巻きになっておりますね。はい。大胆ありますね。ここで一旦区切ります。はい。ちょうどここの部分がね、接触が悪いんですよ。多分ここも端子の問題ですね。うん。で、これが新しいバージョン。で、これは八の字巻きになっているので、ね、なんで八の字巻きかというとね、絡まないように八の字巻きするんですね。私の不器用の八の字巻きでした。学校でダメでしたわ、私。簡単なのにね、不器用だからいかんね。はい。新しいバージョンのやつですね。古いバージョンですね。これはもう、連続外して、うん。で、これの、どこだったかな？ヤフーだったかな？どっちかが安かったんですよ、本当に。二つで、ね、1000円もいかないんですよ。うん。私のこれやっぱ不器用さが出ますね。うん、ここで失敗すると安心してあるのね。私の不器用さが出たね。人生も不器用だけど、生活的にも不器用ね。不器用じゃない人はいいよね。うん、まあちょっと、ちょっと散らかってますけど。結構しっかりしてるんですよ、ここの会社は。初めて買ったんですけどね。うん。今回のやつは普通 Amazon じゃないよね。ちゃんと自分が頼んでたのでね。そのさっき言った TM ネットワークのやつもそうでしたけど。うん。自分ちゃんと頼んだんですよ。前の Amazon のやつは全然なかったけどね。勝手に送ってきて、私は Amazon のアカウント持ってないのに、届いたから消費者センターに行っちゃったよね。うん。で、対応が悪いね。カスタマーもかかってきても、わかんないんだよね、そこ会社はね。で、ここに刺すんですね。まあみんな持ってるんですよ、現状は。こんないちいち説明しなくても。で、ここに刺すと。で、ね、3メーターバージョン買ったんですね。だけどお値段は同じなんです。498で。で、尻に刺すと。ほら、入った。やっぱり買ってよかったやつだ。うん。普通の電気屋さんとか量販店で買うより安い。うん。もう今度ここで買おうと思います。はい。ネット通販はいいかもしれないですね。うん。いい場所はね、会社に降りきますけど。あ、この、口コミはやっぱ見た方がいいですね。はい。では。